黒松シミはシミモクシミやカヤマトシミ族に属する原始的な昆虫。名前は1964年に香川県の黒松樹皮下から発見採取されたことに由来する。成虫の体長は10ミリ強。体は微妙に金属光沢感のある海国内市黒色の臨粉に覆われている。死は炭鉱色を基調に若干の色素模様。 触覚、微毛は単行色から泡褐色に不明瞭な横縞模様を有する。同族のお流し身に大変よく似ているが、本種は講子大切に農色藩を有する点などから区別することができる。黒松染は講子に色素模様を有する。原始的な昆虫であり、幼虫と成虫で、ほとんど形態が変わらず、生涯脱皮を続け。 触覚や死を失っても再生することができる。羽がないため飛翔できず、外観が似ている石の実目の虫と違い跳躍もできない。また泳ぐこともできず、容易に溺死してしまう。セルロースを消化することができ、髪などの繊維質、澱粉質を好んで食するが、完全装飾性というわけではない。本種の初発見例は、屋外からの採取であったが、 その後、国内からの採取が報告されている。日本国外からの報告はない。また、発見報告地は、香川県から長野県まで散らばっており、本種が飛翔できないことも鑑みると、少なくとも、現在は、日本国内のかなり広い地域に生息しているものと、推測される。禁煙種のマト市ミの飼育方法に順ずる。ありがとうございます。